どうもこんにちは、ゆきちかです。今日も栄冠ナインやっていきたいと思います。今回は準々決勝ですね。戦っていきましょう。珍しく休みで元気に動画を撮っております、ゆきちかでございます。よろしくお願いいたします。いや、今日の今日で動画上がる動画を撮ってるっていうのがまず珍しいのよ。みんな大好き田中太郎、いざ出陣でございます。頑張りましょう。田中太郎4番で、打率は下がってるけども、ここはエコ引きをしてまくります。それだけまあここら辺守るかな、打つかなっていうような感じではあるんですけど、ちょっと個人的にね、田中太郎好きなんで、田中太郎をちょっと4番ピッチャーでいきたいと思います。よっしゃ、行きましょうか。ちょっと田淵さんが4割に早くしてあげたいですね。行きましょう。しゃがし始まりました。甲子園大会準々決勝でございます。もしよろしければチャンネル登録をご了解してってください。どうぞよろしくお願いいたします。 OK、大体珍しく噛まずに言い切りだと思います。よかったらコメントもしていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。頑張りましょう。そこ戦の B 同格ですね。まあ同格よりちょっと強いかなぐらいですね。まあ頑張るよ、頑張るよ、頑張るかん、ガン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 。まあそこまで鬼強いって感じはしないね。まあなんとかなるべ。じゃあここは変化球で緩急でいきましょう。コントロールはね、割と上がってんのよ。てか84だとね、乾燥するんじゃないかなって思うから、外角てかコントローラー上がる系の指示しばらく禁止かな。多分コントローラー上がる系の指示するとね、もうガン上がりしちゃうからダメだね。若松さーん、若松さーん、すごいね。ナイス若松さん。で、多分しばらく打たせで取れと緩急中心でいきたいかなと思います。いや、最初の能力とかも田中太郎素晴らしいのよ。 OK、 立原取ってね。まあ立原はショートにするかサードにするかはめっちゃまだ迷ってる。お、打たせで取れが珍しく6になってる。行こう、打たせで取ろうぜ。まあ本音を言えば150ぐらいには早く持ってきたいかな。まだ145とかだもんね。まあ太郎はね、もっともっと、やべやべ、5だよね。もっともっとね、速い球を投げれるよ。もう1年間でね、5、6キロ一気に上がるからね。最速150キロみたいな。ドイツはもう安定して150キロ出してくれるピッチャーに なってほしいね。行きましょう。いや、今年のドラフト選手がまあどうなるかだよね。風間球太選手は背番号1で2段5位。でも、正木選手はもう今、背番号何だったんだろう。いや、見てねえな。やっぱ、モーリス、ごめんなさい、みんな見てないよ。まあ、そこら辺でなんかこう、いい感じにね、みんななんかもう、どんどん入ってきてると思うんですけど、ドラフト4位の野村選手、NTT 西日本の、あれだね、この間、さよなら、アンダ打てたね。直球からその難しいアンダ打つのが、みたいな風に言われてたけど、まあ、あの体勢で あそこまで持っていけるっていうのがすごいな、というふうに俺は素直に思いました。ゲッツ師匠でいきましょう。打たせてどれ。スタミナを上げたい。スタミナを上げたいし、俺もお茶を飲みたい。打たせで取ります。 OK、 タンゲいいね。タンゲはね、まあエラーをしまくる男だけど、まあ、来年はね多分違うのよ。もうタンゲに期待しかないね。もう今の2年生陣がもう来年爆発してくれれば、来年も優勝は課題と思うよ。太郎行こう。太郎 OK、 隅一で勝っちゃう感じ。おお、太郎がフォーボールとか初めて見たわ。太郎、お前の気持ちを全て出し切れ。太郎、太郎、太郎、なんかやっぱ太郎が2者連続ホーム。太郎どうした。太郎落ち着けよ。太郎、太郎落ち着いてね。 OK、 びっくりした。太郎が2連続ホームとかなかなかないからね、びっくり太郎よ。で、道原が出てますと、ダイソー突か。ダイソーが2枚いるのはやっぱいいかな。やっぱ2枚欲しいよね、ダイソー。やっぱ戸塚と炭谷かな、ダイソーとしてはね。ダイソー候補。よし、じゃあここは流し打ちでいきましょう。阿部飛流し、アウトコースヒッター、そしてチャンス働いてるから。うわ、相手のピッチャーいいなこれ。モール欲しい。なんか数値には見えない強さがある。なんとね、炭谷はね、内野安打を覚えさせたら、まあ、完璧にサメ入りできるんだよね。そこがちょっともったいない。オッケー、若松さん、もう一本打っちゃおうぜ。もう一本打とう。オッケー、まだ5アンダーチャンスあるよ。5アンダーチャンス、5アンダーチャンス届けようぜ、若松さんに。もうなんか違う。田淵さん、どうした。田淵さん、この大会どうした。何があったんだ田淵さん。田淵さん、
マジで食べてた。打って。オッケー。取って抜けて。オッケー。よかったー。怖いね。やっぱ地方で10本ぐらいホームラン打たないとダメなのかな。30本打てる逸材だと俺は思うよ、田辺さん。流しましょう。タゲ。ゲゲゲのタンゲ。ゲゲゲ。取られない。ゲッツ取ろう。お、まさし。まさし。うまいね、守備。いいよ、まさし。そのまさし、守備が大事よ。で、緩急行きましょうか。ひたすら緩急、打たせどれよ。もうスタミナと緩急さ、上げとけば。緩急じゃねえよ。変化球、球速さ、上げとけばもう OK。太郎今日まだ3打三振なんだ。少ないね。珍しい。太郎としては珍しい方だね。ツーアウト1塁。まさし。まさし。代打出したい人も正直いねえもんな。まさし。エンドランかけよう。エンドラン。今、ライナー誰だ？そんなに今見てる感じ足遅くなさそうだけど。岩波遅いわ。エンドラン！まだ行きます。しつこくエンドラン行きます。エンドラン！エンドランのせいで今、ダメだった説あるわ。ごめん、若松さん。いやつかチャレンジ、こっちが潰してしまった。さすがに3点は取られたくない。次の試合今日連続でやる予定入れるから、そこで、やりましょう。微糖、守備だけ上げておきましょうか。あとはじゃあ、緩急で。ひっくり返そう。試合を。もう、この流れをそのまま、太郎が背負って投げてくれ。なんか、太郎が細身なのもまたいいよね。オッケー、太郎。太郎？今のは太郎じゃね？まあいいや。立原も守備の特訓をしたかったんだよな。俺は知ってるよ、それは。わかってる、太郎。味方に任せるってのも大事だよな。ただまあ今のは太郎が取れたんじゃないかなって個人的には思うぞ。太郎、オッケー。立原いいね。立原じゃねえわ。セブヤリだわ。まあなんかショートサードできる人かっこいいよね。今の楽天の茂木選手とかもそうじゃん。ショートサードできるじゃん。かっこいいよね。なんか、セカンドできる人よりショートサードできる方がかっこいい気がする。まあ、セカンドでやってたからなんだけどね。やってたからなんか言えるんだけど、正直そっちの方がかっこいい気がします。太郎いいね。太郎縦スラが3になって、球速が1キロ上がって、スタミナも1上がってる。オッケー。あとは田淵さんが復調してくれれば完璧。そのまま準決勝戦ってきましょう。ちょっとお腹痛いんで、カット。あ、始まりました。甲子園大会準決勝でございます。もしよろしければチャンネル登録、高評価していってください。種子島高校ってさ、前戦ったことなかったっけ？鬼強かった気がするんだよね。気のせいかな。まあ、よかったら別にいいんだけど。あ、まあ、普通か。2点取られた？2点取られてるじゃん。待って、2点取られてるよ。どういうこと？ああ、普通に打たれたのね。まあ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 。そういう時もある。そういう時もあるある。だいぶだいぶ。今回ですね、理想の打順組んできました。多分こんな感じが理想なのかなっていう。なんかホームランとかの兼ね合いとかも含めながら、こんな感じがいいんじゃねって思いながら組んできた。適当にね。はい、行きましょう。若松さん。若松さん、5安打チャレンジ行こうぜ。威圧感つけよう。OK、これをいった？いった？ OK、ナイス。超えた。ミスター二塁打になろうぜ。ちょっと立浪さんね、今回の中日の監督よ。行きましょう。まあ、5安打打つから、今日は。若松さんが。おお、点取り合戦。さっきの試合と違うね。さっきの違いと違って、今回は点取り合戦いきます。の、やっぱ田淵さんが、田淵さんが、田淵さん、田淵さん、これだからちょっと、もうちょっと、もうちょっとでいいから田淵さん。ホームランじゃなくていいから、ヒットと、ヒットでいいから、ヒットでいいのよ。ヒットでいいのよ。はい、行きましょう。セーフティー。セーフティーします。オッケー、うまいぞ。すみません、うまいぞ。うまいぞ。うまいぞ。セーフ！ドバイ！若松さん。若松さん、なんで、引っ張り 6？ あ、インコースヒッター。インコースヒッター。ヒッター。ヒッター。ハリーボール。アバタケダブラー。これみんな、死んじゃったかもしれない。行きましょう。流し打ち。マジで、田淵さん。こっから4割乗るか？卒業までで。抜け。田淵さんがやばい。田淵さんが打たない。みんなどうしよう。田淵さんが打たない。あ、これ落ちる。これ落ちる。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 今のは落ちてもいいんじゃねって思った。岩波がちょっと打たないか、逆に。岩波なあ、これライナーで入る？惜しい。なんか今の姿ね、なんか、無重力みたいな飛び方だったね。飛び方が美しかった。行きましょう。
一三塁立原、二番っていう打順が悪いのかな。まあ4番とかに別にしてもいいんだけどさ、まあ理想は4番よ。4番だけどやっぱ打席数多く回したいっていうのがあるからね、2番にしてるってのがあるから、4番で打つんだったら4番にするけどね。隅田に、お主は逆にもういっそぶっ払ってみようぜ、強振で。おっ、飛びすぎ。弾道4にしてみる、隅田に。いっそね、面白そうだからそっちの方が。若松さんぐらいは最低でも打ってほしいよね。4割2分、4割、まあ4割5分ぐらいは打てると思うんだよね、田渕さんなら。そうなのよ、4割5分は打てるんじゃないかなと思うけどね。ドメ、まあここまで2安打よ、あと1安打したいけどね。出てるのはタンゲでしょ、タンゲなんだよ、出てんのが。ぶっ放そうで道原。この甲子園ね、あんまりホームランが出ないね、今回。そんなにホームランが出ない、まあホームランバッターがそんなにいないっていうのはあるかもしれないけど。太郎気合入れてこう。太郎今日3失点よ、4失点はさせないという気持ちで投げてほしい。 OK 道原、よく走らせなかった。その肩はいいんじゃない、あの大方にはならなき。変化球でいきましょう、緩急で。もうあとも変化球上げるだけよ、基本的にはね。 OK タゲ落ち着いて、ナイス。長江のファーストも安定はしよるで、立原よ打ちます。立原は今日の立原はいけます、今日の立原はいける、いける子だって俺は信じてる。阿部ヒアウトコースヒッターよ、打つしかないべ。 OK、やっぱショートがね打つと強いわ。やっぱショートキャッチャーが打てるとね、まあ、チームとしては強いよ。転がせ、転がそう。この隅田の基本庭に並ぶ維持力はすごいからね、マジでみんな見習ってほしい、この庭に並ぶ維持力。見てて、あれ庭に並ぶ、庭に並ぶ。まあ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 、まあ、これからよ、これからよ。若松さん打ってほしい。理科はそんなに強くない。当たりは鬼いいや、当たりは鬼いい。田辺さん出て、田辺さん出て、やばいな。田淵さんが全く出ない、どうしたんだろう。田淵さん、田淵さんがあれ、あもう今日使ったか、急成長ごめん太郎、ごめんよ。田淵さん使ってないと思って外しちゃったわ。もう田淵さんが多分甲子園大会の通算後で見れるはずだから一緒に見よう。全然マジでね打たないね、なんか心配になるぐらいには打たないね。田淵さんなんか逆に特能つける、特能つけて解決するんだったらそれで特能つけるけど、なんか難しいね。もう年頃なのかな、そういうお年頃、醤油お年頃。もう3割8分5厘じゃ足りない、取って。まあ隅田で取れないなら仕方ない、サードの隅田で取れないなら仕方がない。ああ、これはもう選ぶしかないね、外角行きましょう。まあコントロール上げても仕方ないと言ったけど、オッケー。もう一人切りましょう。これは変化切りきます、換気で行こう、切ろう切ろう切ろう、押していいよ、オッケー、素晴らしい。ちょっと甲子園大会の成績でも見てみようか。長江が素晴らしかったぐらいですね。若松さんがまあ綺麗になってるっていうのと、やっぱ田中太郎よ、見せ場は田中太郎よ、ありがとう太郎。じゃあこれで見ていきましょう、甲子園の成績。練習でこれで見れるよね、ほら1割1分8人よ、全然打ってないもん。やっぱそうだよね、1割1分8人全然打ってないやん。タンゲとかもまあ打ってはないけどね、若松さん5割だからね、逆に。いやーちょっとどうしようかなという感じでございますが、また次回のところでお会いしましょう。またね。